とりあえず他の人も全員知識もしくは博物学を振ってください。致命的失敗おる。おーおー、ナイスクリティカルー。一人ヤバいやついる。私死ぬこれ。これどうなんの？決定的成功の人は、これ打ち消せないですか、ファンブルト。なんでやねん。なんでや、二人で打ち消し合うなや。まあとりあえず決定的成功した人は、ふとした拍子に、ラクダが食べてる草の根元に、変わった形の石を見つけることができます。ほうほう。近寄ってみると、直径5センチくらいのその石は、砂でできたバラのような形をしています。砂漠のバラ？それをあなたは手に入れることができます。じゃあもらっとこう。それも知識、地質学、博物学で何か調べることができる。お、成功。そしたらそれが、現地で砂漠のバラと呼ばれている、鉱物の一種であることがわかります。まあそこそこ価値のあるものではあります。おーいいねえ。遺跡で手に入れたものではないので、あなたが個人的に所有していて大丈夫です。じゃあもらっとこう。完全に YouTuber。じゃあ決定的失敗をしたシノノメシーナさんは、ここのオアシスの水のところに落ちる。はい。少なくとも持っている本はびしゃびしゃになって、使い物にならなくなってしまいます。おいおいマジ砂漠なめんなよ。持ってていいですか？嫁はしないけど。もう置いてけよ。この先生きていけんぞ。さらに持ってる槍のうち2本もそこで落としてしまったってことで。はははははは。あ、もう槍1本しかない。何やってんだ。だからこんな奴連れて行きたくなかったんだよ。月刊ムーはまだ生きてるんで大丈夫ですけど。俺もワンピースまだ残ってるんで。とりあえずオアシスなんでみんな休憩することができるんですけど。休憩します？するする、私 HP 減ってるから。じゃあ全員 HP 回復して大丈夫です。やったしばらく歩き、夜明けが近づいてくる頃になると、モルテザーが足を止めます。着きました、あれが遺跡です。と言って彼は前に指を指します。すると確かに、この砂漠に似合わない、大きめの石の塊が、やけに綺麗に並べられているところがあります。はい。正確には、遺跡の入り口があそこになっています。あそこから地下に入る形になります。そう言って彼は遺跡の入り口らしきところへ歩を進めていきます。あなたたちも基本的にはそれについていく形となるでしょう。ここでみんな聞き耳振ってください。ああ。そんなことある？全員失敗、終わった。じゃあ全員砂が鼻に入ってくしゃみが出る。誰も何かしらの匂いを感じ取ることはできませんでした。全員くしゃみしてるの地獄すぎる。まだ致命的ではないはず。遺跡の入り口に着くと、石の塊で四角く区切られた内側に、地下へと続く階段が見えました。さすがにそこまで近づいてくると、聞き耳失敗したあなたたちでも、地下から漂う悪臭を感じます。ただ聞き耳失敗してるんで、何の匂いかわからず、ただ臭いって感じ。おならしたか誰か。加齢臭ですかね。モルテザー？部長？誰だ？モルテザー風呂入ってる？いえいえ私は昨日ちゃんと水浴びしてたんで。じゃあ加齢臭か。モルテザーは会話もそこそこに、ラクダを繋いでいた紐を近くの石で固定して、では中に入っていきましょうか。と言います。あなたたちはいよいよ遺跡の中に入っていくんですが、何を持っていくかここで決めてください。とりあえずラクダは連れていけないので、水と食料は一人一食分までしか持っていけません。サンドバッグどうすんの？サンドバッグ持ってきます。おい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 。サンドバッグを持ってく場合はデックスを半分にしてください。足がめちゃくちゃ遅くなります。もうお前置いてくぞマジで。マジのピンチになったら手放してもいいんですか？持ってる状態から手放して走るってことで、そこには1ターン使います。そんな甘くないんだぞ。素人だよマジで。まあいけるいける。懐中電灯やスマホは持ってってもらっていいですよ。オフラインだけど。バッテリーはあるし撮影はできるねん。ワンピースは23巻のみ持ってきますじゃあ。ははは。月刊ムーは最新巻だけにしとくわ。今月号だけ。わかりました。お前らそれ運んでくれたラクダにもうちょっと感謝しとけよ本当に。ありがとう。まあここニュースにもなってるくらいそこそこ有名なところなんで、多分ムーでも取り上げられてるでしょうね。おお、オカルトの判定来るか？それとヌビア村で調達した武器も持ってってもらって大丈夫です。じゃああなたたちは荷物を揃えて、地下へと続く階段を降りていきます。何日かぶりの硬い感触が足の裏を伝わってきて、降りていく階段の先に少し明かりが覗いてきます。どんどん降りていくにつれ、ムッとする悪臭はどんどん強く、耐え難いものになってきます。この匂いは、ここであなたたちはアイデアを振ってください。あ、失敗した。はい、成功。失敗した人はもう臭くて頭が回らなくて、今にも吐きそうです。成功した人は重臭のような、しかしもっと不快で汚らわしいこの悪臭に、思い浮かぶものが一つあります。あなたたちは嫌な予感がするでしょう。壁に埋め込まれた照明によって照らされた地下の空間には、
予感していたものが、いや、それ以上のものがありました。床の上にまばらに倒れているいくつものそれは、腐乱死体です。パッと見5体以上の死体がバタバタと倒れています。ひえー。肉は腐り落ち、腐乱臭を放つそれに、軽くめまいがします。あなたたちはこの凄惨な状況に大きな精神的ダメージを食らうでしょう。ここで3チェックお願いします。決定的成功、強すぎるわ。素人がよ、お前ら素人なんだよマジで。3チェックスペシャル無効なんで意味ないですよ。あ、ダメだ。とりあえずウパさんは成功で減少ゼロで、シノノメシーナは成功してるけど1減らしてください。で、メテオさんは 1D4 プラス1振ってください。私はさっき成功したけど、グサオさんは 1D4 だけ振ってください。あ、2だ、最低値引いたんじゃね？おお、すごい、優秀だな。さっきまで YouTuber をバカにしてたのにこいつら、マジ腹立つわ。これ3減らすってことだよね私は。そうですね、3減らす。3値だけにね。やばい名言来たわ。3値だけに3減らすね。それサムネお願いしますよ。クソ動画すぎる。恥ずかしくないのかお前ら。さすがにそれはやんない。で、どうなったんだっけ？とりあえずここから部屋の探索を行うことができます。パッと見でわかる部屋の様子ですけど、広さが12畳程度の、四方を白い石で囲まれた四角い空間。壁には間接照明のようなものがはまっていて、部屋自体はそれなりに明るいので、そこは困ることなく探索できます。壁や天井のあちこちに、直径30センチほどの謎のくぼみがあるのと、床には7体の腐乱死体。さらに部屋の右奥には地下へと続く階段が見えます。とりあえず部屋見渡したいですね。不用意に触るなよ素人が。ウパパロンお前医学使えよ。とりあえず目星振りたいです。どこに対して使いますか？じゃあ、くぼみにしようかな。自分は死体を医学で見ます。私は石とかを考古学で見ます。階段に対して聞き耳ってある？あ、できますよ全然。じゃあそれでいいかな。とりあえずウパパロンさんの医学から。はいダメー。はいダメー。まあ30だから。じゃあ特にわかることはなく、次はレイマリさんとグサオさんかな？はい。素人だよ。考古学振ります。ギリギリやんけ。じゃあ二人が分かったことは、死体の服は砂のようなもので埋もれていて、それは壁や天井の石と同じ素材であることが分かります。ああ。はい、なるほど。壁、動いた？さすがにないか。メテオさんは？行くぜ。あう。ああ、素人だよ。素人だよ。じゃあ多分ここまでで気分が悪かったのでしょう。うまく耳を澄ますことができませんでした。不快明なこの YouTuber。動画化できません YouTuber、残念。そもそも死体がある時点で放送できねえんだよ。バンされちゃう。